ルシア、過ちはここで終わらせないと。ねえ指揮官、あなたは彼女のために自分の身を差し出すことはできる。でも私はいつでも指揮官を信じている。もういいわ。期待して待つわ、あなたが真実を知った後の選択を。人間のために我が身を捧げることの愚かさに気づいた。させません。その日が来るのを待つ。仲間を殺すことに一体何の意味があるんですか？なぜあなたはそうなってしまったんですか？答えてください、ルシア。裏切られることが定められた信頼にいつまですがっている気？今の私はあなたとは違う。私は違う道を選んだ。何も知らないくせに。アルファ、後悔を乗り越えられずにいるのはあなたの方です。私に迷いなんてない。何を後悔することがあるというの？あなたはただ後悔を憎しみへと変えただけ。私は過去から逃げたいわけじゃない。裏切られた事実を受け入れたからこそ変えたいと思ってるんです。あなたもそれを変えるために昇格者になったんでしょ。人類に未来があると本気で思っているの？全てを知ったのに、全てを知ってもです。ルシア、私はあなたとは違う。忘れられない過去を共有した今でも私たちが相入れることはない。この世を覆うのは偽りの正義。あなたの掲げる信念と正義感には全く共感できない。それでもあなたが自ら選んだその道を認めてあげるわ。私はもう迷わない。もう恐れない。今こそこの宿命の枷を断ち切ってみせる。